スノーオータムがお届けする How to Revit Basic 0149 タイププロパティの参照についてです。ビムシムセッション TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで毎日オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。タイププロパティの参照についてです。要素またはビューのタイププロパティの確認を修正します。特定のタイププロパティダイアグラムでは詳細を確認するにはヘルプの検索フィールドでタイププロパティと入力してください。検索することができます。いかがでしたでしょうか。本日の How to Revit Basic はここまでです。また次回皆様にお会いできますことを楽しみにしております。